アキとニーニーとモムです。せーの、じゃじゃーん。ということで本日はですね、この3人でレスラン勝負していきたいと思いまーす。ヒュー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 。お前の母ちゃんファンキー AKKIY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 AKKI
おお、超簡単らしいよ。あ、俺真ん中有利だ、走るぜー。いった、なんか急に今背中殴られた気がした。うん、え、マジ超簡単じゃんこれ。え、おお超簡単じゃん。え、これ死ぬやつが逆にヤバいみたいなぐらいあるんじゃない。え、マジで簡単じゃん。死んだら罰ゲームみたいな。うん、もうほんとそういうレベルよ、ほんとに。え、これちなみに、てかさ、この3人でさ、アスレやの初めてじゃね。はい、アスレっていうか、デスラン初めてだよね、はい、君たちがどんくらい上手いかとか全く分かんないんだけど。ふふふ、よし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 、今度はもうね、やっぱね、俺ネズミ年だから頭使って1位になるから、ほら、行けって、モメやれよ、ほら、やれって。バカそんな強豪とかね、やっぱね、ネズミの白から俺頭使っていかなきゃいけなくて、これやってるふりして、ニーニーが当たるの、え、これ、あ、最悪だわ、もうなんか出ないパターンのやつかなと思ったわ今。マジで罰ゲームは、あの、ちょっとやばい、ね、罰ゲームは、さらない。罰ゲームは、アキさんのお尻の実写で。どういうこと？どういうこと？オッケーオッケー、マメやる、早くね、やっぱね、そういうこと言うと帰ってくるよ。オッケーオッケー。あの、これ罰ゲームはちなみにもうほんとマジ本当に激辛デスソースご飯だよ。いやもうね、罰ゲームはね、もうね、自撮りをめちゃくちゃかっこよく撮った自撮りを親に見せる。親めっちゃ可愛く撮れた、うん、親御さんに見て、これ可愛い、かっこいいって見せなきゃいけないっていう。もう全然やりますよ。もうマジかよ。いや、やるのかよ。俺嫌なんだけど。全然やりますよ。だって親に25歳だぞ俺もう。50レベルまで来たけど何やってんの。え、ちょ、全然来てないじゃんみんな。もうコスチューム変える余裕であるわ。おーい。ちょっとニーニー。はい。マムがさ。はい。なんかもう遅いから、なんかまあちょっと待ってあげちゃう。どうすんの。ああ。待ったあげちゃう、これ。あ、待ったな。俺は待たないけどね。俺は待たないけど、別に。嘘嘘、待ってあげるか。え、これって、1位の人以外がやるって感じですか？あ、確かに。いや、でも1位が負けだから。よし！ちょっと待って。1位が負けやから。1位が負けだから、もうね。なんか死んでる人いる！やっぱ右行けって言われてる。え、でも最悪！ねえ、そうやって俺の死を利用しないでよ！人の血を利用した。え、一番最近でいつ自撮りした？昨日ですね。昨日？マジ？すごいな。俺み、なんかみんなに見せる時とか、なんか見せるっていうか、その見せるとかじゃないけど、そのなんかツイートする時ぐらいしかなんかもう撮らんからな。ニーニーはいつした？中3の時に友達になんかパシャって打ち紙にされて撮られました。自撮り。はい。じゃしないんだ、自撮りは。自撮り全然しないです。でも俺の自撮りって価値ないからな、もう。え？いや、2人はさ、やっぱさ、みんなさ、どんな感じなんかなって思ってるかもしれないけど、もう俺は、なんかもう、みんな出したところで、あ、綺麗みたいな。いや、ファンの方見なきゃ。マスクの下公開しないと思う。いや、急に、マスクの下は、もう普通に動画でバーンしたいわ、だったら。でももう顔出す。のってなんでだろうみたいな、もうなん、なんか出す必要あんのかなみたいな、これみんな待ってますよ。まあでもいつか、もうなんか別に、なんかいつかもう100万人いったら、いや変なこと言うのやめよ、変なこと言うのやめよ、変なこと言うのやめよ。いやなんかモムってなんかゲーム全般下手じゃね。え、ひどくないですか。おい、お前何、あ、やばい、よし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 、うわぁ、これどうしよう、上の時間が何分になったら終わりっていう感じにするか、300レベルかだけど、正直300レベル簡単にいけるだろうなって思ってるけど、今何レベルなのか分かんないですよ。確かに多分まだ100いってないんじゃない。ああ
もうすぐ100レベル。100レベルいったな、多分これ。おお。おお。300、結構長いぞ。オッケーオッケーオッケー。いい感じで来れてるよ。もうやばいやばい、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。一気に一気に、あー、初見殺しだー。初見殺しやがって。絶対ね、みんなも。なるからな。あるあるある。おお。あうんうんうん。めっちゃ来たよね。ずるいよ。そこ初見殺し TV やったのに。オッケー。オッケー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 。やばい、追いつかれてる追いつかれてる追いつかれてる。おお。最悪なんだけども。よし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 。やった来たか、行くぜ。多分これ300レベル結構かかるぞこれ。あ、やばい、こういうのね。こういうのはね、俺はね。そういう。こういうのをね、見さらせる能力あるんですよ。あれ？あ、こんにちは。下じゃねえ。あ、下。あ、これ下じゃねえわ。下じゃねえ。あ、ちょっと。全然下じゃねえわ。上だった。マジか。もぞもぞしてるぞ、あいつら。え？なんだこれ、上に上がんのか、そういうことかよ。マジかよ、マジかよ、マジかよ。おい、全然来てねえじゃねえかよ。お前らもう、またコスチューム変えちゃうわ。それにしては遠いな。まあ、やっちゃう、詰めちゃう。いやもうね、余裕だわ、もうほんとに。やっぱね、困っちゃうな、ゲームバイト。あー。やべえ。よかったー。いつも遅れを取っていて、やばい。いやー、自撮り見せたかったんだけどな、結構いい感じで撮れたから。いやー。いや、見せてくださいよ。あざとく撮ったんだけどなー、見せれないのかー。好きなさ、食べ物のさ、話でもしようぜ。はい。え、俺の好きな食べ物知ってる二人は？知らないなんて言わないよね。もちろん知ってますよ。辛いつけ麺ですか？正解。えニニちゃんと辛いつけ麺ってちゃんと言えてた？はい。どうして唐揚げとか言おうとしたんだろ。いや、言おうじゃん、知らないっすよ。モムの好きな食べ物はお盆の実だっけ？なんだっけ？お盆の実ってなんですけど。ポケモン。モムは何なの？本当に好きなやつですか？うん。え、めっちゃユッケとカキが好きです。ユッケとカキ、うわぁ、なんか、え、女子高生だよね。はい。すごいね。まあ確かにね、どっちも美味しいけど、俺カキ食えないんだよな、でも。え、なんか食べれなかったんですけど、うん、最近目覚めて、カキに。まあ、食えないっていうか、まあ嫌いではないんだけど、はい、好んで食わないわ。ああ。いや、好んで食うわ。あの、1個までって感じ。あ、あんまいっぱい言わないかなみたいな。そうそう、何個も食べるじゃん、好きな人って。そうですね。ニニ、カキ食える？カキ食べたことないです。あ、ないんだ。食わず嫌いってこと？それとも別にただ食ったことない？いや、俺最近さ、オムライスなんかハマってさ。うん。マジうまくない？めちゃめちゃうまいです。めっちゃうまいです。でさ、オムライス作ったんよ、自分で。はい。でさ、バター入れてケチャップ入れて卵乗っけた。それはまずいわけないなってなった。だから作って、あ、そうなんだみたいな、あるわ最近。ああ。俺今最近本当にマジでマイブームでハマってんの、生姜焼きだわ。なんかどうしても親の作った生姜焼き食いたくて。でも実家帰った時ってやっぱ外食べに行ったりするじゃん。で、再現したくて親に電話して、どうやって作ってんのつって全部聞いて作ったら、マジ味一緒で感動した。そうそうそう、もう一人暮らしして結構経つからさ。いやー、親の味のやっぱね、生姜焼き美味しかったわ。いいぞ。やっぱね、親って偉大だよ。一人暮らししてわかりますか？いや、わかるわかるわかる。当たり前のように食ってるその味が恋しくなるよ、二人もいつか。そう、絶対なる、絶対なる。幸せよ。ここむずい。てか、そんな話してたらもう結構来てる気がするけど、いつ終わるんだこれ。まだでもあるな。300回もこれドゥルーンって踏んでるんだよね、セーフポイント。結構やばっ、うますぎよ。俺イージーにしてはちょっと難しいとこある。え、本当にイージーじゃねこれ。あの、今やってるとこちょっと難しく感じて。ちょっと難しいとこがたまにあるよ。え、なんかもう後半っぽいところに来た気がするんだけど俺。あ、200って書いてあるとこまで来ました。マジ、はい、だとしたらもう俺ゴール、いや違うか、250かな次。どうなんだろう、どんくらいかわかんない。書いてあったのかわかんない。え、死んだのよけど。待って、追いつきそうですよ。200まで来ました。ちょっと待ってください。後ろ見ても誰一人いない。あー、わい、これは自撮りか。やばい。これはあれ、ちょっと2人とも自撮りじゃないこれ。
やべ。え、みんなせーのでゴールしたら全員自撮りですか？せーのでゴールしたら全員自撮りだけど、そんなこと俺がすると思ってんのかー。やっぱアッキーさん、素敵な髪の毛を。マジ？マジ？ちょっと、え、マジで？そこまで、まあまあまあ、そこまで言うんだったら、なんて言うかよ。こっちやねこっちやね、命かけて自撮ってんだよ。自撮ってる。自撮ってるってなんだ。でも自撮りあれだよ、親御さんに見せるっていうあれパーツだから、これ別にみんなに見せるわけじゃないけど、あまあでもやっぱみんな見たがいいのかな、知らんけどね。300長いなこれ、もう26分もやってんじゃんこれやばくね、超長いじゃん。でもそれももう少しで終わりなんじゃないか、そろそろやると思った。二人はさ、はい、異性がやってたらなんかいい部活、まあ、タイプの部活っていうのかな、なんかある、はい、女の子だったらやっぱサッカー部とかバスケ部とか好きそうなイメージあるけど、あ、野球とかいい部活か、うん、ある美術、え、あ、美術、あ、スポーツじゃないんだ、はい、やっぱ絵を描く人たちに惹かれるものがある、絵っていうか、そうです、なんか静かな人がタイプなので。あ、静かな人がタイプなんだ、はい。え、俺やん俺、あ、待って、300レベル来たえ、わかんない、でも300レベル来たけどまだゴールじゃない、なんだなんだ、あ、終わった、イエーイ、俺が出てる。いや、もう余裕だったわ、本当に偉大さ見せつけたな今日も。ニニはさ、異性の好きなタイプ何、ちなみに。タイプっすか、面白い人ですかね。面白い人が好きなんだ。はい、ちなみにちょ、俺も聞いてよ、どんな方がタイプ、タイプそれ聞くだって、まあまあまあ、強いて答えるならちなみにだけど、俺はなんか一生懸命やってたら何でもいいかなって思うけど、しいって言うなら、なんだろうな、吹奏楽部とか。ああ、スポーツもいいな、楽器系女子に、スポーツもいい、バスケ部とかバドミントン、テニス、いや、なんか何でもいいよ、全部いいわ。250、いや、まあ、結構かかりそうだな、もう動画閉めていいかもうこれああもうねえ、ちょっとここねえないよ、ここジャンプしてねえないよ、さっきから閉めるよ、じゃあ、え、ちょ、自撮り、どうすんの自撮り、ちゃんと見せんだよ、親子さんにこんだけ大きくなったよって、ちゃんと感謝の気持ちも込めてね、はい、あ、はい、あ、じゃあ、終わり。